こんばんは、ティーポーンです、今日はですね、ソロキャンプで使用する、テーブルの紹介をしようと思います。皆さんソロキャンプやられる方はテーブルどのようなものをお使いでしょうか。有名なところで言うと、焚き火用の焚き火テーブルですね。ユニフレームとかから出てるようなものもあったりとか、あとはコンパクトに収納できる、要点でツーリングとかをやられる方っていうのは、アルミのテーブルですね、キャプテンスタックとかからも出てると思いますが、あのような、テーブルを使う方が多いんじゃないでしょうか。今日紹介したいのはですね、クオルツという、ワイルドワンさんですね、アウトドアの、販売をしているお店なんですけれども、そこがオリジナルで作ってるクオルツというブランドのコンパクトになるですね、スタッキングローテーブルというものを紹介しようと思います。それがこれですね。この製品の特徴はですね、これで重さが約 1.2 キロぐらいあるんですけれども、非常にしっかりした作りであることと、ソロで使うにあたって、オプションでですね、例えばランタンポールであったりとか、鍋をかけておけるですね、フックであったりというのが付属されるので、コンパクトキッチンテーブルとしても代用ができる焚き火テーブルになります。早速大きさを測っていきましょう。これが収納袋ですね。真っ黒の生地、これナイロンかな、ナイロンかポリエステルの生地で、長さでですね、約42、3センチぐらいかなっていう形ですね。で、横幅に関しては、この横幅自体はですね、これが要は、1枚の結局、アルミの板ですね、の幅、テーブルの板の幅になるんですけれども、幅自体で13センチぐらいですかね、13センチぐらいの幅になります。で、厚みとしてはこんなような感じですね。早速ちょっと中を開けてみようと思います。これちょっと工夫がされてましてですね、ちょっと分かりますかね。ここの部分、中側にですね、実はちっちゃい小袋みたいのが入ってます。で、ここの小袋にこの、アルミ化テーブルのこういったものですね、こういったものを、収納しておけるという、傷つきにくいような工夫がされてます。このテーブルのプレートの色としてはグレーですね。非常に高級感がある、僕の大好きな色味です。これが、クオルツの、ロゴですね。はい、このような形で、スケのベースになるですね、プレートが入っています。で、このプレート自体はこのような形になってて、ちょっとですね、今触った感じ、この辺っていうのは、バリではないですけど、結構粗い削り出しになってるんで、ちょっと取り扱いは注意かもしれないですね。で、その他に中に入っているものがベースとなる足ですね。それから、このテーブルの下に敷く網ですね。鍋とか物を置いておけるような網が入っています。で、その他オプションとして、ランタンポールと、これがですね、脇っちょにかけられるような、この S 字フックはいくつかくっついてますけれども、オプションになってます。で、これらを早速ちょっと組み立てていこうと思います。で、ちなみに先ほど言った袋の中ですね、わかりますかね。こういった内袋みたいのがついてるんですね。ここにだからこのプレートを傷つけないように入れることができるという工夫がされています。なかなか考えられてますよね。組み立ててみるとこんな感じです。で、ここに先ほどの、台になるアルミのプレートというのを敷いていきます。
はい、このような形です。全部で5枚ですね。5枚のプレートを、敷くとこのような形になります。早速長さを測ってみましょう。横でですね、横幅で約79センチぐらいですね。で、縦、まあ奥行きの部分で、そうですね、36センチぐらい、35から36センチぐらいといった内容です。で、ちなみに足のこの高さでいうと33センチぐらいですかねの、ローテーブルになります。で、それに付随してこの網というのを先ほどのこのゴムのところここにですね、フックをこの上にかけて、固定をしていきます。このゴムの部分っていうのが滑り止めになるわけですね。はい、今分かりやすくひっくり返してみました。見えますでしょうか。このような形で、テーブルの下に、ちょっと物を置けるような、網をくっつけることができるのがこの製品の特徴です。で、見ていただいて分かる通り、ここのゴムというのが滑り止めになりまして、これ以上下に行かないといった工夫がされています。なので、このゴムの位置というのは自分の自由な位置にこう変更ができるという特徴もありますね。なかなか考えられていると思います。このテーブルの特徴はですね、それだけじゃないんですね。この見えますかね、両隅のところに、それぞれ穴が開いてるんですけれども、このテーブルの最も、特徴的な内容としては、この穴を活用してですね、ツールを組み込むことができるというものです。早速そのツールを組み込んでいこうと思います。まずはこれです。ツールスタンドと呼ばれるものですね。で、これも同様にですね、このような形で中にゴムが入ってまして、広げると自動的にこのような形で組み上がる形になります。で、ここの間にはですね、1、2、3、4つの S 字フックがくっついておりまして、これをこの脇っちょに、差し込むことによって、ツールスタンドを作ることができます。このような形で、組み上がります。で、そこにですね、このような形で、かけておくことができるといった内容ですね。これは非常にあるようでなかったですね。非常に便利です。分かりやすい角度で見るとこんな形ですね。なかなかこれはないと思います。で、ちょっとした時にこうやってかけておけるっていうのは非常に便利ですね。そしてですね、もう一つの驚きツールがこれです。そう、ランタンスタンドですね。これも同様に、そこの端の穴に立てることによってランタンを、ここにつけることができます。ランタンポールをつけてみるとこんな形になります。ちょっとですね、まあランタンポールの背が高いのでなかなかうまく全身映せないんですが、このような形になります。ソロテーブルとしては画期的だと思いますね。今までこのようなことを僕は知ってる限りでは見たことがないですね。大きさで言うとですね、ユニフレームの焚き火台テーブルに似たような、幅があると思います。これは今まで出てきたソロテーブルの中でも、群を抜いて、用途が非常に高いと思います。いかがでしたでしょうか。今日はですね、ソロキャンプで使うテーブルですね、ワイルドワンから出ている、クオルツっていうブランドのスタッキングローテーブルの紹介でした。このテーブルはですね、僕はいろいろものを見ている中でもこれだけ、要はそのソロの用途を満たしている、一つで満たしているテーブルというのはなかなかないと思います。ランタンポールもついてますし、ツールスタンドというのもこのような形で S 字フックがついて脇についているものというのは僕が知っている限りでは、ないですね。で、かつ、非常にコンパクトになるので、リュックにも入れて持ち運びもできますし、
大体そうですね、ヘリノックスのチェア1と同じぐらいな、大きさですかね、高さ的には。なのでリュックサックにしまってですね、持ち運びができる非常に便利なツールです。今日はですね、クオルツの、スタッキングローテーブルの紹介でした。動画の最後にですね、チャンネル登録の動画も用意してますので、気に入っていただければ皆さんぜひ登録のほどよろしくお願いします。